ハイスクールパレット。今回ご紹介するのは、三重県立伊賀白鳳高等学校工芸部。前回は三重県代表として推薦された工芸部部長の中島くんの作品を紹介しました。今回は工芸部がよく使用する教室で授業を受けている建築デザイン科を紹介します。建築デザイン科3年の大谷光介です。同じく森香織です。今回紹介してくれる建築デザイン科は建築インテリアコースとデザインコースがあります。はい、始めます。はい、お願いします。いくつかの授業がありますが、3年建築インテリアコースの実習では3月にある展示即売会に向けて判別で木材を使い家具製作および小屋組みをしています。私は小屋組みをしているのですが、手加工が好きなのでとても楽しいです。デザインコースの課題研究では3年の卒展に向け陶芸や油絵などの美術作品を一人一人制作しています。建築デザイン科の授業だと一から自分たちで制作、設計から制作までできる実習の授業は面白いよな。そうやな、僕は実習好きやけど大谷は何好き？やっぱり自分も実習の授業かな。今自分たち手加工や、あの小屋組み手加工してるやん。やっぱり自分も手工具で何かするのが好きやから、やっぱそういうのが面白いかな。建築デザイン科ってどんな資格取れんの？インテリアコースが CAD 検定、デザインコースが、確かレタリング検定で、自分たちの代から二級建築士の資格試験が受けるようになったってところかな。建築 CAD 検定とは、建築設計ソフトの CAD を利用して建築図面を作成するための知識や技術力を認定する平成5年に誕生した日本初の建築 CAD 試験です。全部で6等級あり、 CAD のスキルを活かせる仕事は建設分野以外にも家電、アパレルなど様々です。レタリングとは文字を書くことや書き表された文字書体のことで、レタリング技能検定は書体デザイン、レタリングの知識と技能を認定する試験です。また2級建築士とは、戸建て住宅などの建築物の設計や工事管理などを請け負うことができる国家資格です。白鳳高校建築デザイン科は卒業後すぐに2級建築士の資格試験を受けることができるのが特徴です。再び工芸部へ。皆さんが所属する工芸部でも資格を取得することができ、家具製作技能検定、家具手加工3級を取得した部員がいると聞いているのですが、一体どのような検定なのでしょうか？2年の釜有栖です。まず技能検定では、このような枠を木と木を組み合わせて違う4つの組み方でノコギリやのみを使って2時間以内に完成させます。ノコギリやのみの入れ方で形が変わってくるのでとても難しいです。私は練習の時にノコギリを入れる時に入れすぎてしまったりして、みんなの中でちゃんとした枠を作るのに一番時間がかかって、でアリ組みという組み方をちゃんとできるようになるのがとても難しかったです。アリ組みは日本の伝統的な組み手の技法の一つで、板同士を接合するときに用いる技法です。作り手の技術が必要な難しい組み方なんですね。これまで工芸部を中心に伊賀白鳳高校を紹介してきました。現在工芸部では
伊賀鉄道と伊賀市役所と共同で次のプロジェクトに取り組んでいます。どんなものが完成するのか楽しみですね。4パートにわたって伊賀福岡高校の魅力をたっぷりお届けしました。いかがでしたか？ぜひ参考にしてくださいね。せーの、バイバイ。あっちどっちそっち ABS